草アーススクエアは、愛知県名古屋市地区作地にある都市再開発地区で、ある。都市再生機構が、札幌ビール、名古屋工場跡地約8.35ヘクタールに街路を整備して、地区を、ブロック分けし、商業施設、健康関連施設、住宅、インキュベーション施設、都市公園などを整備した、再開発地区の名称である。近くに、 名古屋大学医学部と名古屋工業大学があることを活かして、インキュベーション施設、名古屋移行連携インキュベーターを整備したほか、介護不老人ホームやリハビリテーション施設、クリニック、スポーツクラブを開設し、健康関連の施設を重点的に整備したのが特徴であるが、都心そのものではないため、一般的なオフィスビルは建設されず、全体としては、マンションとショッピングセンターが、 地区の大半を占める形で開発された。2005年5月27日に町開きの式典を行い、再開発事業は完了している。各施設の事業者が建物の建設、管理、運営を個別に行っているため、現在は特に地区サーススクエアとしての管理、運営は行われず、一体となった事業なども行われていない。広塩塩湖の地が、 札幌ビール工場であった時代から残る唯一の施設で現在も札幌ビールグループが運営しビール工場の名残を感じさせているかつては隣接するビール工場直送のビールが味わえるビアガーデンとして営業していたが現在は他の工場からビールを取り寄せて営業している地区サーススクエアの商業機能の中核をなす施設として イオングループが開設。詳細は、イオンタウンちぐさを参照。独立行政法人中小企業基盤整備機構が開設したインキュベーション施設。近くに、名古屋大学医学部や名古屋工業大学などがある、ことから医学と工学の双方が関係する、ライフサイエンス関連のベンチャーを育成することを目的にした施設である。そのため、 バイオテクノロジー関連の研究を行うためのウェットラボを含む実験室41室が整備されている。実験室の他に産学連携などの交流のための交流ラウンジや各種の研究会や開発した製品の PR などに使えるセミナールーム、小規模なベンチャーでは確保が難しい商談室や会議室なども共用施設として設備されている。 セミナーなどを開催して技術面での支援も行うほか、中小企業診断士が常駐して、経営面での計画づくりへの助言も行い、ベンチャー育成に努めている。介護不有料老人ホーム、ソレイユチグサと糖尿病や、生活習慣病の専門委員、ソレイユチグサクリニックで構成される。同じ敷地内に立つ、介護老人保健施設対応などとともに、 医療法人純正会グループが運営している。通所型の老人福祉施設。詳細は、介護老人保健施設対応を参照。メガロスが運営する総合型のフィットネスクラブ。様々なスポーツが楽しめ、スクールも色々と行われている。この地区で最も高く、シンボルタワーとなっている。詳細は、地区サタワーヒルズを参照。 大和ハウス工業グループが建設、運営する賃貸マンション。カートや傘の貸し出しサービスがあり、隣接するイオンタウン地区から買った品物をそのままカートごと自宅に持ち帰ることができるユニークなサービスを行っている。この地区にあるマンションの中で唯一の分譲マンションである。ビールの醸造釜をモチーフにしたモニュメントが目印の都市公園。 ありがとうございます。